ールをあえて合わすことができましたね。そうなんですかね、ミューレンあたり怖いですよね。まっすぐですとペナントレースでは29本のホームランを打っています。8回に追いつきました。2対2の同点です。セカンドの左、ラストバッターの真中、先ほど8回には先頭の福田の打球が、照明塔の光の中に入ってしまったということもあると思いますが、ノーアウト3塁というピンチを招いてしまいました。2対2の同点です。9回の表ヤクルト、2アウトから龍連がヒット、日本シリーズ初めてのマウンド平井。城野さん、来ましたね。来ましたね。これを池原がね、若い真中に言ってるんですよ。今年のヤクルトの特徴はこの辺だと思いますね。はい、まあ、すっかり池山がチームリーダーに成長しちゃっていますかね。池山、ミューレン、真中です。先ほど4打席目にレフト前にヒットを放ちました飯田は、ミューレンにセンター前にヒットを1本打たれました。ショートスグロ、ファーストは藤井が入っています。ワンアウトランナーなし、2番の指名打者の新井です。初めての経験が多いオリックスの各選手の肩幅というものはもう中で入って打ってんだっていう感じしますね。なんかオリックスの押してるような感じして仕方がなかったんですがね。レフト田口、その割にはよっと抑えてるっていう感じに見えるんですよ。ああ、なるほど、ということですね、はい。そしてこの土橋に打たれた8回のタイムリーなんですが、なんとかこの 2-3 までにね、勝負をしておきたかったという話をしてましたね。次がオマリーなんで意識してしまいましたということでした。はい、ワイズミアナウンサーでした。平井10回は